ラジオの三平、はい、有吉さん近い将来ブクブクに太ってみっともなくハゲそうなエグザイル高弘さんが初と絵画の個展エグバカ日誌を開催するらしく、会見でこんなこと言ってやがりました。空き時間に楽屋や家で描いてました。ヒロさんや力のあるスタッフに個展をやりたいとジャブを打ち続けてきたので、そのジャブが効いたのかな、うん、高弘先生おめでとうございます。これを機にリトル鶴太郎と呼ばせてください本家のリアル鶴太郎はろくでもない作品を描き続け、日本全国に4件の美術館を持つスーパーアーティストになりました。先生もリアル鶴太郎を目指して落書きを続けてくださいでは最後に高弘先生のホームページに載っていた作品を紹介させていただきます。かっこ理由なんか考えるな、好きな仲間と飯食って酒飲んで笑え、バイ高弘、うん、チャラオロ学園いただきました、ごちそうです。しみるね、しみます好きな仲間と飯食って、はいはいはい、表情取られなくてよかった特権ですね。